グッドモーニーグッドモーニーイエーグッドモーニーイエーハロー今日はサルベーションマウンテン、はい、行きたいと思います。はい、いろんなやっぱインスタ映えっていうねスポットなんでね、まあ、インスタとかすぐ上がってるんで、はい、僕たちもかっけー写真いっぱい撮ってきます。うわというわけでレッツゴーよいしょー到着しましたサルベーションマウンテンさあここまでインスタ映えスポット、はい、またどんどんね写真撮っていきたいと思います。はい、すごいんですよ。うわやばいんだよ日差し。ででーんすごいね。あ、日本語も書いてあるよ。スピードのステップ。怖っ。いやもうネックレスが一気にヒリヒリすんだけど。あれやべえ、ネックレスがすげえ熱い。ネックレスがもうさあ登んぞ。超絶熱いね。はい、山頂です。じゃあ来ました。長かった。よいしょ。まあ、割と一歩もかかると思いますよね。サルベーションマウンテン、はい、どうしてだよ。あ、痛い。こんなに暑いのに腹が痛えよ。どうしてなんだよ。腹全然冷えてるのに。冷えぞ。腹だけめっちゃ冷えてやがる。腹だけキンキンに冷えてやがる。腹痛い。こんな暑いのに狂ってやがるよ。この街は狂ってやがるよ。どんだけ暑いんだよ。これがお前らの仕業か。帰り道もわからない。くそ迷ってしまった。右か左か、奴隷か皇帝か神か悪魔か。あの時あの音を突きつけた血の細工、血の細工を頼りに俺は行く。行き止まりどうしてだよ。出られねえ、出られねえよ。どうすればいいんだ、どうしてだよ。そうでした。帰ります。さあ次の動画どちらを見るか、右か左か、奴隷か皇帝か神か悪魔か、全てを信じ俺は見る。精神制限どうしてだよ。